皆さん、こんにちは。熱愛を報じられてから約2ヶ月が経過したストーンズのジェシーさんと女優の綾瀬はるかさん、双方所属事務所が交際について否定しなかったことから、これは真剣交際であり結婚について意識しているものだと考えられてきています。そんなお二人がラスベガスへ4泊6日の婚前旅行へ行っていたと新たな情報が飛び込んできました。この旅行により現在噂されているのがジェシーさんのグループ脱退です。今回はジェシーさんと綾瀬はるかさんの真剣交際について、また海外移住計画について調査してみましたのでご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。芸能タックル。9月15日にストーンズの今日からプロデューサーズ、22日にゲームオブストーンズと2週連続で冠特番の放送が控えているストーンズ。これにはメンバー6人全員が揃うバラエティ番組ということでファンは大盛り上がり。しかし12日発売の女性セブンにてジェシーさんと綾瀬さんのラスベガス旅行が報じられたことでファンは騒然としています。ジェシーさんと綾瀬さんは2ヶ月前の7月24日にニュースポストセブンの報道で交際が発覚しました。二人は2022年の映画リボルバーリリーでの共演をきっかけに急接近したといいます。本格的なアクションシーンをあうんの呼吸でこなした二人は映画のクランクアップ後に個人的に連絡を取り合うようになり、お互い立場がある二人はなかなかすぐに交際というわけにはいかなかったようですが、完全個室のお店で食事会をするなど友人付き合いから始めていったそうです。綾瀬さんはこれまでインタビューなどで恋愛観や結婚観を率直に明かしてきた一方で、浮いた噂からは遠い存在でもありました。過去には大沢たかおさんや松坂桃李さん、韓国人俳優のノ・ミヌさんらとの関係が取り沙汰されたこともありましたが、いずれも否定してきました。しかし今回綾瀬さんの所属事務所は、プライベートは本人に任せておりますとジェシーさんとの交際について否定せず、一方ジェシーさんも設立したばかりの個人事務所ズドンを通して、プライベートはお任せください、仲良くさせていただいておりますズドンと決め台詞付きでコメントしていました。そんな2人が成田空港のロビーに時間差で現れた姿を9月12日発売の女性セブンが激写。撮られたのは4泊6日のアメリカラスベガス旅行から帰国した際の9月上旬の写真だそうです。2人は時間をずらしての行動だったため2ショットではなかったものの、とてもよく似た全身黒コーデで現れたそう。一体なぜラスベガスなのかという点に関しては、ラスベガスがジェシーさんの父親の出身地であり親戚の多くが住んでいる場所だから、ジェシーさんは東京出身ですが、ラスベガスはもう一つの実家とも言える場所であり、世間が2人に注目をする中、交際相手の綾瀬さんを連れて行ったということは、いよいよ本格的に結婚に向けて動き出したのではないかと考えられます。芸能タックル。そんなジェシーさんは以前から交際は結婚が前提という恋愛観をアイドル誌のインタビューなどで何度も公言していました。そのためファンは綾瀬さんとの交際が報じられた際、これは結婚前提の真剣交際だと確信していたのです。しかし交際を認めたことは男らしかったものの、ファンとの合言葉のような扱いのズドンを使ったのはよくありませんでした。好感度の高い2人ということもあり、世間からはプライベートはお任せくださいっていう未だかつてない回答、日本語おもろすぎて無理、なんだろう全然嫌な感じがしないなど好意的なコメントが多く見受けられましたが、ジェシーさんのファンからは
ズドンがこんなにも嫌な言葉になるなんて思わなかったな。今後、ズドンを聞いたとき、熱愛報道に対するコメントが連想されて辛い、などの声が相次ぎ、すでに多くのファンが離脱を表明するほど炎上してしまっていましたね。さらに、交際報道と同日の7月24日、ジェシーさんがブログで、個人とグループは別、という趣旨の文章を投稿した結果、個人のことだから好きにさせてほしいってわけ、などとさらに荒れることになり、25日にはファンに向けた謝罪文を掲載する展開になっていました。交際にショックを受けたファンが多いこと、世間やファンが綾瀬さんとの動向に注視していることは、ジェシーさんも重々わかっていたはずです。ましてや、ストーンズにおいては、メンバーの森本慎太郎さんも、8月28日配信の文春オンラインにて、8月16日朝に2泊3日のタイ旅行から、女優の森川葵さんと共に帰国する姿が撮られていました。この空港での熱愛にショットが報じられたばかりだったために、ジェシーさんはより警戒して、普通なら綾瀬さんと外で会うことは控えるのが自然です。そんな状況でもジェシーさんは綾瀬さんを連れてラスベガスへ飛んだ。ということは、報じられても良いという強い覚悟を持った上での婚前旅行だったのではないでしょうか。親族に綾瀬さんを会わせたい、父の生まれ育った場所を見せたいという思いや、今後海外での生活を視野に入れて移住する前の下見として行ったのではということも考えられます。現在、綾瀬さんは今年11月に公開される映画ルート29以降、ドラマなどの仕事は入れていません。以前から結婚を機に引退することも匂わせていたため、このまま引退するのではとも言われています。またこの熱愛報道が出てからというもの、芸能界引退についてもそうですが、綾瀬さんは結婚と同時に長年にわたって所属してきた大手芸能事務所から独立するのではないかという報道も出ていました。ファンだけでなく、多くの人が注目する中でのラスベガス里帰り旅行であるため、二人の結婚へ機運は日に日に高まっているとも言えそうですよね。すでにネット上では熱愛報道騒がれてたのに、ラスベガス行くって、ジェシー終わった、ストーンズ終わった、本当か嘘か知らんけどさ、周年イヤーなんじゃなかったの？本当にベガス行ってたならもうね、ジェシー君頼むよといったファンの嘆きの声が寄せられています。これにはすでにタンフリ、つまりファンを辞める意思を表明する声も少なくありません。ストーンズは今、アイドルグループとしてとても困難な局面を迎えていると言えます。強い決意を持って綾瀬さんと共に父の故郷ラスベガスへ飛んだであろうジェシーさん、結婚がリアルに見える二人の今後、ストーンズの未来はどうなるのでしょうか。グループ脱退となってしまうのでしょうか。今後の動向に注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それではまた。